カサンドラ・クレアは、シャドーハンターシリーズなどで知られるアメリカ合衆国のベストセラー作家。イランの首都テヘランにて、アメリカ人の両親のもとに生まれる。子供の頃、スイス、イングランド、フランスなど各国を旅して回った。高校進学のために、ロサンゼルスへ戻る。その後、タブロイド系、エンターテインメント雑誌、ハリウッドリポーターで働いた。 作家のホリー・ブラックとは、友人同士で、互いの作品に共通するキャラクターを登場させるなどしている。2004年、マインハッタンの景色にインスパイアされ、諸女作、骨の街の執筆に取り掛かる。2007年に、サイモンシュスターより出版された。クラリー・フレイ、ジェイス・ウェイ・ランド、サイモン・ルイスらを中心に展開する現代ファンタジー、骨の街は、 観光されるや、ニューヨークタイムズのベストセラーリストにランクインした。続編、灰の街、ガラスの街をもって三部作が完成した。2009年、第四作シティ・オブ・フォール・ン・エンジェルスの出版が発表され、2011年4月5日に観光された。クレアは、シティ・オブ・フォール・ン・エンジェルスは、いわばシリーズの第二期にあたり、シティ・オブ・ロスト・ソウルズと、 シティ・オブ・ヘブンリー・ファイアの続編も考えている。第一期のキャラクターだけでなく新しいキャラクターも登場する予定である。と述べている。2009年には本シリーズと同一の世界で、かつシリーズより前の時代を舞台とした新シリーズザ・インファーナル・デバイセズの開始をアナウンスしている。このシリーズはザ・クロック・ワーク・エンジェル。 ザ・クロックワーク・プリンス、ザ・クロックワーク・プリンセスの3冊から構成される。本シリーズは、ユニーク、フィーチャーズとコンスタンティン・フィルムにより、映画化の企画が進行していた。骨の街を原作に、脚本は、ジェシカ・ポスティゴが担当した。リリー・コリンズが、主役のクラリー・フレイ役を、スウィーニー・トッド・フリート街の悪魔の理髪師に出演した、ジェイミー・キャンベル・バウアーが、 ジェイスウェイランド役を演じた。ありがとうございます。